近代化とは、社会を近代的な状態に変えること。すなわち、政治、経済が国民国家と産業化を特徴とする形態に変えることである。近代化論とは、1950年代から1960年代にかけて次々に独立を遂げていった旧植民地の国々をいかに近代化させ、欧米的な意味での国民国家形成を いかに実現していくのかを論じた学問分野で開発経済学と近接ないし重複する領域である。それは単に経済成長のモデルではなく政治、社会、文化、心理など人間生活のあらゆる側面において近代化とは何か、そしてそれはいかに達成できるのかを明らかにしようとした一連の研究であった。近代化論は 日本にも多大な影響を与えながら、特にアメリカが死中国においては、学問と現実政治の狭間で揺れ続け、その後の社会科学の諸市長にも長い間強い影響を及ぼした。アメリカにおいて近代化論が、それほどまでに影響力を持った背景には、冷戦という当時の時代状況があった。つまり、開発途上国に対するソビエト連邦の影響力を、 最小限に食い止め、欧米的な国家を作り上げていくことこそが、近代化論の最も重要な使命とされたのである。アメリカ合衆国においては、それゆえ近代化論は国家的なイデオロギー、さらにはアイデンティティとしての性格を持っていた。しかし、1970年代に入ると、近代化論は急速にその影響力を低下させ、制裁を欠くようになる。 開発途上国の経済発展が一向に進まず、貧困が減らないことに悲観論が現れ、ベトナム戦争の敗北と、そこに見られた反米ナショナリズムの強さから、これまでの開発戦略が、途上国の歴史的経験や伝統文化、経済の現状から乖離していることへの見直しが、始まった。また、公民権運動に代表される、マイノリティの意義申し立てが、 アメリカのみならず、先進各国で現れた。この時代、国際従属理論や文化帝国主義論が、近代化論に変わって一世を風靡した。一方で、日本の経済成長や、それに習った韓国、台湾、シンガポール、香港の新興工業経済地域の経済発展は、近代化の概念を揺さぶった。プロテスタントの倫理や、白人優越主義は、 もはや誰の目にも成り立たなくなり、ニーズ諸国で広く見られた開発独裁は民主化を予見としてきた近代化論への再高を迫るものであった。しかし、特にアメリカは一種の人口国家という側面から、自国のアイデンティティの一部を形作っている。アメリカにおける近代化論は、それゆえ何度も論理が組み替えられ、歴史序述における強国論や派遣の清水、 文明論や諸文明の拮抗対立、あるいは歴史終焉論というふうに姿を変えながらも、根強い影響を与え続けているのである。人類学者のブルーノ・ラトゥールは、近代に関する言説から、近代化とは、人間的な社会や文化の領域と、非人間な自然界の領域を分離、独立させる、純化のプロセスと、文化と自然を融合させハイブリッドを生成する。 翻訳のプロセスの実践であると説いた。近代論者は、順化こそが近代化であると唱え推進しているものの、水面下では常に翻訳が行われており、近代化されているとされる、西欧社会も実際には、理念通りの近代には到達していないし、今後も到達することはないと論じた。ラトゥールは、近代全近代という直線的な相対化に疑問を提示、 近代化の過程で生じるハイブリッドを評価することで、近代人という曲を脱却する、非近代人という立場を提唱した。近代化とは産業化を中心として、それに関連した政治的、社会的、心理的その他様々な変化の相対を指す。産業化はニュートンの科学革命以来の科学技術の成果を、系統的、累積的に活用して、 生産力はじめ環境をコントロールする能力を高めていく過程でもあり、その本格化は18世紀後半のイギリスに始まった。いわゆる産業革命である。やがて、その動きはヨーロッパ大陸や北、アメリカに伝わり、19世紀後半から20世紀初頭にかけてはロシアや東欧、日本もその動きに加わって、20世紀後半には全世界を覆うこととなった。 16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパでは、イタリア戦争やユグノー戦争、30年戦争など、各地で戦争が続いたが、その間、強国は領土を広げ、財政と軍備を整えて、海外に進出して、植民地を広げた。こうした中、新しい国際秩序が出来上がった。ウェストファリア条約体制がそれであり、そこでは主権を主張する国は、宗教や、 文化の違いを超えて対等な外交交渉を行い、戦争のルールを定め、勢力の均衡を図った。また、ウェストファリア条約では、新生ローマ帝国内の核両方は主権を認められ、オランダとスイスの独立も正式に承認された。ウェストファリア条約締結の図15世紀以来、ハプスブルク家の所領でカルロス一世、 フェリッペ2世の時代を通して、スペイン領となっていたネーデルラント17州では1568年より80年戦争が始まった。16世紀前半のイギリスやフランスのカトリックに対するスペインの支援は混乱を招き、俗領ネーデルラントの商人や貴族の間にはガルバン派の信仰が浸透して、彼らはご遺ンと呼ばれた。そもそもスペイン本国の産業は弱く、 アメリカ大陸で獲得した富は毛織物工業で栄えたフランドルへ流出していたのである。80年戦争の勃発はスペインにとって1587年の無敵艦隊の敗北とともに没落の契機となった。それに代わり世界の海上権を握ったのが1581年に独立を宣言し、30年戦争後のウェストファリア条約で独立が正式に各国により、 承認されたオランダであった。共和制を取ったオランダは1602年にオランダ東インド会社を設立して、ジャワ、スマトラ、モルッカを植民地とし、高流貿易を盛んに行って、その拠点をバタビアに置いた。さらに、台湾南部のゼーランディア城、北米のニューアムステルダム、南アフリカのケープ植民地、南アジアでは、 西論島のコロンボなどを拠点に海外に勢力を拡大する。これによってアムステルダムはリスボンに代わって西ヨーロッパ最大の商業を金融都市として発展した。タスマンによる南太平洋探検も行われ、日本に対しては1609年に平戸に召喚を置き、1639年のポルトガル戦来航禁止以後はヨーロッパで唯一の貿易国として、 長崎での対日貿易を独占した。オリバー・クロムウェル第二次エ乱ラン戦争中の1666年6月11から14日の海戦アブラハム平原の戦いで倒れるウルフ将軍イングランドでは、諸女王エリザベスに後継者がなかったことから、スコットランドよりスチュアート家のジェームズ6世をイングランド王として招いた。 しかし、王権侵術の信奉者である王と議会とはしばしば対立し、1621年には議会の大抗議が起こっている。一方、1623年にはアンボイナ事件が起こって、マラッカイ島のイングランド勢力がオランダ勢力によって駆逐され、同年、日本との交易からも撤退している。これ以後、イングランドは、インドと北米大陸への進出に専念するようになる。 次のチャールズ一世の代になっても、権利の聖願、スコットランド反乱、議会の大感想など、政治の混迷は続き、王と議会の対立はついに内戦へと発展。1649年には、国王チャールズ一世が処刑されて、オリバー・クロムウェルによる共和制が始まった。クロムウェルは、様々な特権や産業統制を廃止して、商工業の発展に努力し、 中でも1651年には、オランダの仲介貿易における派遣の打倒期として、公開条例を発布し、英乱戦争を引き起こして、オランダの海上圏に打撃を与えた。王政復古後、英軍が北米オランダ植民地ニューアムステルダムを占領したことを発端として、チャールズ2世をいただくイングランドとヨハンデウィット率いるオランダとの間で、第二次英乱戦争が起こった。 戦争の結果、ニューアムステルダムはイングランド領となり、オランダは北米における拠点を失うこととなった。これにより、オランダは大西洋における海上権を失い、転落傾向を見せ始める。その後、イギリスでは名誉革命が起こり、スチュアート朝のジェームズ2世が王位から追放され、議会はジェームズ2世の娘で熱心なプロテスタントであった。 メアリーとその夫でオランダ統領のウィリアム3世をイングランド王として即位させた。二人は王位に対する議会の優位を認めた権利の宣言に署名し、1689年権利の焦点として発布された。権利の焦点は王の宣誓を排除する近代的な議会制民主主義を確立する出来事としてイギリス史上高く評価される。 議会王政の始まりである。1689年以降、イギリスはフランスとの間で第二次百年戦争と呼ばれる長い対立構想の時代を迎え、ヨーロッパのみならず北米やインドでしばしば戦争が繰り返された。イギリスはこの一連の戦いの中で議会の承認により税収のほとんどを軍事費に投入できた議会が保障するイギリス国債の 信用が高く、臨時の資金調達能力も優れていた、アンシャンレジーム下のフランスでは超税権を持つ貴族が多く、国庫収入が少なかったなどの理由、すなわち国力としては必ずしもフランスに及ばなかったが、戦費調達能力において、フランスのそれを大きく上回っていたために戦争を優位に進めることができたのである。その一方で、イギリスでは、 大航海時代以来の大西洋三角貿易によって国内の資本蓄積が進み第二次エンクロージャーによって農村から流入した労働力とプロと工業化と称される農村の工業化によってその産業構造は産業革命の進展を支えるほどに醸成されていたワットの改良蒸気機関も織物工業などによる資本の蓄積が 大西洋三角貿易によって加速すると、マニファクチュア的工業生産にも技術革新が要求された。ダービーフ氏のコークス製鉄砲やジェームズ・ワットによる蒸気機関の改良などがそれである。また、1764年のハーグリーブズのジェニー防石機、1769年のリチャード・アークライトの水力防石機、1779年の クロンプトンのミュール防疾機など、相次いで防食機の改良がなされた。これらは、インド産の綿花を原料としていた。イギリスで産業革命が始まった要因として、通常は原料供給地及び市場としての植民地の存在。ピューリタン革命、名誉革命による政治的、法的な環境、蓄積された資本内し資金調達が容易な環境。 金融経済の発達及び農業革命によってもたらされた労働力などが挙げられる。ただし実際にはこれらの条件の多くはフランスでも大差がなかった。決定的に違うものがあるとすればそれは植民地の広がりであった。イギリス産業革命は1760年代に始まるとされることが多いが7年戦争が終結しアメリカやインドにおける イギリスの優位が決定づけられたのは1763年のパリ条約であった。植民地自体は以前から存在していたので、1763年の時点でイギリスが一挙に市場や原料供給地を得たというよりは、フランスが産業革命の先陣を切るために必要な市場及び原料供給地を失ってしまったという見方が可能である。 大西洋経済こそ産業革命の生みの親だったのである。いずれにせよ、イギリスはフランスに先んじて産業革命を開始し、一体化しつつあった地球上の他のすべての国家に対し、一定の有利な位置を占めることとなった。これが第一次大英帝国である。産業化と並ぶ近代化の特徴としては、ナショナリズムと平等化、民主化を挙げることができる。ナショナリズムとは、 国家を自分たちのものであると考え、愛する態度を意味している。それは、西ヨーロッパで11世紀以来200年にわたった十字国や、フランス王位継承に橋を発した14世紀から15世紀に、かけて、英仏で争われた100年戦争、さらに、イタリア戦争や30年戦争などによって、諸侯や騎士が没落して、封建制が衰退し、王権が拡大して、 主権国家が形成されるとともに次第に芽生えてきたものである。ことにイギリスとフランスでは100年戦争を通じてナショナリズムの感情が鍛えられた。上述したオランダ独立戦争も宗教戦争、経済闘争であると同時に一種のナショナリズムの芽生えとみなすことができる。こうしたナショナリズムが極めて明確な形で表現されるようになったのが18世紀後半の アメリカ独立革命とフランス革命であり、そこでは多くの地が流された。フィラデルフィアで開催された第二次大陸会議でアメリカ独立宣言総合を提出する5人委員会のメンバー、バスティーユ襲撃アメリカ独立革命では独立戦争によって13植民地の人々はイギリスの支配を拒否しアメリカを政治的独立に導くことに成功した。 1775年、革命派は13植民地政府のすべてを掌握すると、共に政治と立法を主に担当する第二次大陸会議及び軍事を担当する大陸軍を発足させた。1776年には、基本的人権と革命権に関する全文、国王の暴政と本国議会、本国人への苦情に関する28過剰の本文、 そして独立を宣言する結語から構成されるアメリカ独立宣言を発した。中でもすべての人間は平等に作られているとう不可信、不可、譲るの自然権として、生命、自由、幸福の追求の権利を掲げた全文はアメリカ独立革命の理論的根拠を要約し、後の思想にも大きな影響を与えた。フランス革命では自由、平等、 同胞愛の近代市民主義の諸原理が掲げられ、その後の市民社会や民主主義の土台となった。ラファイエットによって起草されたフランス人権宣言では、人民主権と機械均等の協議、個人主義、ルソーによって理論化された社会契約の思想、モンテスキューによって支持された権力分立といった、啓蒙時代の哲学的、政治学的諸原理が盛り込まれた。 フランス革命のさなかに歌われたラ・マルセエーズは極めて愛国主義的な内容の歌詞であり、後にフランス国家となった。また、フランス革命期及びそれ以降、国民という言葉は極めて多用されるようになったことからも、それが一方では国民国家形成への地の滲む営みであったことがわかる。その後、フランス革命の申し子、ナポレオン・ボナパルトによって、 フランス民法典がまとめられ、一方ではその軍事力によるヨーロッパ支配が試みられた。ナポレオン戦争である。ナポレオンの野望であるヨーロッパ統一国家の構想は彼の敗北によってが開始したが、ナポレオン戦争の過程で民主主義、近代法、特権階級の廃止などのフランス革命思想がヨーロッパ各地やラテンアメリカへ伝播した。民法典は、 旧体制の復活の後も各国に残された。同時にナポレオンの試みへの抵抗を通じて民族主義とナショナリズムの主張がヨーロッパ全域に広まった。これは後のヨーロッパの歴史を大きく変え、その後100年の間にヨーロッパ諸国は封建領主の領土を単位とした領域から国民国家へと大きく変貌を遂げた。また国家を自分たちのものと考える姿勢は 自分たちも国政に参加し、国家の発展に貢献しようという意欲を促す。その意味で、ナショナリズムは平等化と民主化を伴うものであったので、ある。これらは、1848年革命へとつながる、諸要素となっていった。カミッド・カブール・ベルサイユ宮殿、京の間にて体感する、ビルヘルム一世。中央の白い服の人物は、 ビスマルク・ビスマルク中世から分裂していたイタリアでは近代化の進んでいた北部を中心とするサルデーニャ王国の首相カミッド・カブールが1848年以前から自由主義による統一運動を進め民衆と結ぶジュゼッペ・ガリバルディラの求進派の運動とも合流した。クリミア戦争後の国際環境の変化によってフランスやオーストリアとの交渉も進み 1861年、サルデーニャ王のビットオリオエマヌエレ2世が、初代国王となって、イタリア王国が成立した。しかし、統一国家の形は出来上がったものの、北部と南部とでは、経済も文化も異なり、一つの国民を形成するのは、必ずしも容易ではなかった。17世紀以来事実上の分裂状態にあった、ドイツでも、プロイセン王国首相、オット・フォンビスマルクが、 ドイツ諸法最大の国家でありながら、非ドイツ系住民を多数包含するオーストリア帝国を排除して、プロイセン中心の小ドイツ主義に基づく、君主制ドイツによる統一を目指した。ドイツは、19世紀半ばには、産業革命が進んでいたが、プロイセンの軍事や政治を支配したのは、東部の農場領主ユンカーであった。首相ビスマルクは有名な鉄血演説を行って、 ドイツ統一のために軍備拡張政策を追求することを宣言したが多くのユンカーもまたこれを支持した。なおドイツにおける産業革命はドイツ関税同盟などを背景に経済的な領域を確立した上での工業化であった以下のような所得調を有する。銀行資本の出資による積極的な拡張投資、ハイベースな事業拡大独占企業の発生。 シェアと利潤の確保研究に基づく技術革新、科学者との協力で技術を生み出すビスマルクはプロイセン主導の統一に消極的でカトリックの勢力の強いバイエルン王国など南西ドイツ4両方を新西ドイツに編入するため宗教を超えた国民主義の利用を考えた。折しもスペインの多い継承問題に共に利害と関心を持っていたフランスとの関係を 悪化させ、エムス伝法事件をきっかけに、フランス皇帝ナポレオン三世との間に先端を開いた。フランスに勝利したプロイセンは、1871年、パリを占領して、ベルサイユ宮殿の鏡の間で、ドイツ帝国の成立を宣言した。ドイツ帝国は、諸法の自立性を認める、連邦制の立憲君主国であった。経済発展に支えられ、 ビスマルクは、重化学工業と農業の利害を調整し、カトリックを礼遇し、社会主義者を敵視しつつも、一方では、社会保障も進め、国内の安定と列強の勢力均衡、中んづくフランスの孤立を狙う、外交政策を採用した。また、国家が科学をはじめとする、自然科学や医学、軍事技術の開発を積極的に助成したので、ドイツの諸学問は、 当時の世界の最高水準に達した。イタリアやドイツの近代化は上からの近代化の典型と呼ばれる。特に発展著しい新生ドイツの方針や政策は明治新以来まだ日の浅い当時の日本の指導者に大きな影響を及ぼした。政府首脳部を伴った岩倉施設団はビスマルクの主張に感銘を受け、以後、明治政府はドイツの法学者、医学者、 科学者などをお雇い外国人として招き、その一方で、ドイツにも数多くの留学生を派遣した。また、後に初代内閣総理大臣となった伊藤博文も大日本帝国憲法の制定の際、プロイセン憲法を参照したことはよく知られている。ロシア革命。 ロシア内戦を経て1922年に成立したソビエト社会主義共和国連邦の存在は、それまで資本主義列強によって形成されてきた世界資本主義に対してを向けるものであり、中でもヨシフ・スターリンによる一国社会主義路線の確立は、アンチ資本主義を国是とする政権の誕生を意味していた。しかし、ソ連は第二次産業革命という経済上の基軸から、 決して大きく逸脱したものではなかった。市場経済ではなく国家による計画経済であり、また軍事産業重視のため豊かなアメリカ的生活スタイルともかけ離れており、さらには政治的民主主義もなきに等しかったが、先進資本主義諸国と軍事的に競争できる産業化、あるいは国民を広範に動員できる大衆性などの点においては確かに水世紀の 特質を備えていたのである。従って、ソ連の存在は、欧米諸国や日本とは異なった生き方で、第二次産業革命を達成したものと捉えることが可能であり、その点で、第二次世界大戦後に独立を果たした、アジアアフリカ諸国にとっては一種の近代化のモデルとしてアピールしたのであった。明治維新以降、日本は欧米先進国の文物や制度を導入し、 独立を保ちながらも、条約改正の努力を行い、国際的地位の上昇を図りつつ、不平等条約を改正していくことを目指した。開国直後の江戸時代末期、幕末に、幕府や遊藩が近代化の取り組みを始め、明治政府の主導により、上からの近代化が推し進められた。官営工場を建設し、江戸時代から継続する三井、三菱、 住友などの商業資本を土台にしつつ、日清戦争期に軽工業を、日露戦争期に重化学工業を発達させた。合わせて、明治文化も参照。非ヨーロッパ国として憲法を制定し、日露戦争に勝利したことで、当時の先進国にあたる列強の一つと呼ばれるようになり、大正デモクラシーなど自由な気風が見られる時期もあった。合わせて、大正ロマンや、 昭和モダン、戦艦機も参照。しかし、スペイン風邪の感染爆発、第一次大戦後の戦後強行、関東大震災や昭和金融強行などが立て続けに起き、日本経済が弱体化したことに加え、世界強行の影響による昭和強行とブロック経済体制による貿易不振が日本経済に止めを刺した。また、 経済不振による社会不安の増大が、軍国主義や全体主義を蔓延させ、明治憲法最大の欠陥である、統帥権の独立が、文民統制を妨げ軍部の台頭と暴走を、招いた。そして、市場を求め、中国大陸へ進出し、それに対する ABCD、包囲も、対中支援の遮断や、資源確保を目的とする仏印心中とそれに対する、 対日経済制裁など国際的な欧州が続き日米関係が極度に悪化、さらに挟み撃ちを危惧したソ連による中ソ不可侵条約の締結と在家ソビエト軍事顧問団やソ連空軍志願隊の派遣、対日中国首付け工作と南進論への誘導をはじめとする諜報活動が追い打ちをかけ、日本は第二次世界大戦、太平洋戦争と突き進んだ。 第二次世界敗戦により日本工業は壊滅状態に陥ったが敗戦後の1946年から1951年の間にアメリカの占領地域救済政府資金と占領地域経済復興資金から約50億ドルの ODA が援助された。この時はカナダ、メキシコ、チリ、ブラジル、アルゼンチン、ペルーなどからも生活物資や 食料などが援助されている。朝鮮戦争の軍事により復興の糸口をつかみ、1953年には世界銀行から多国間援助である有償資金を使用して、東海道新幹線、東名高速道路などを建設開始し、高度経済成長を実現した。1968年にはアメリカに次ぐ経済大国となり、再び先進国入りを果たした。 韓国の近代化は19世紀に日本によってもたらされた。交互改革など、李朝末期の近代化改革はいずれも政治的変動により、挫折、日本の統治時代に入って本格的な工業化が進められた。朝鮮総督府の施策は伝統的な朝鮮社会のあり方を大きく変え、1930年代以降は日本の財閥資本の進出により、 朝鮮半島北部を中心に工業化が進行した。しかし、第二次世界大戦後の連合国占領で産業インフラの多くが米ソに接収され、韓国独立後に残された数少ない資本も朝鮮戦争で壊滅した。また、日本統治時代に形成された工業地帯は南北分断によって北朝鮮の統治区域となっていたため、5.16。 軍事クーデターが発生した1961年時点で農業国の韓国は GNP が現在のバングラデシュやエチオピアと同水準の80ドル程度であった。1950年代に韓国を反響の防波堤とみなしたアメリカからの対外援助を受け、韓国は産子路産業を中心とした軽工業が発展したが脆弱な国内市場と 対外援助の減少により、1950年代末には、挫折を余儀なくされた。1960年代以降、牧政規政権は、外資の導入と輸出主導型経済を施行し、日本を中心とした外国からの政府、開発援助によるインフラ整備と、外資との合弁による重工業化を推進することになった。結果、現代、サムスン、 大雨などの財閥が形成された。農村においても、狭ウる運動を手始めに、農業の近代化政策が進められた。これらの輸出主導型の経済成長は、ウォン安市、ドル安、原油安に支えられており、韓国は、観光の奇跡と呼ばれる、経済成長を遂げて1996年に、経済協力開発機構加盟を果たした。ありがとうございます。